はい、YouTube! 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。はい、こちら見てください。ね。アルテグラと105という感じでこういう風になってますけど、特にね、アルテグラと105を比較しようとしてるわけではないです。はい。105の後ろ赤いチェーンリングついてるのわかります？これね。はい、それぞれ。ちょっとね、違う雰囲気のやつがついてるのに気づきますでしょうか。ですね、これが、はい、サイクロイドって書いてあるの分かりますでしょうか。杉野エンジニアリングのサイクロイド SHC スーパーヒルクライムってやつですね。というのがついてます。今これ僕が手に持ってるのは 32T です。で、今こちらにね、2つくっつけてあるやつは、34T のやつを2つくっつけてます。はい。で、これ今2つ違うところがあります。まあ、アルテグラが105かっていうことで違うには違うんですけど、それだけではなく、もう一つ違うところは、こちらは52のアウターがついてます。で、こちらは50のアウター。はい。杉野エンジニアリングさんでは、このサイクロイドをつけた場合、50を推奨しています。で、こちら52をつけた場合どうなってしまうんだろうかっていうのをちょっとチェックしてみようかなと思います。はい。まずね、ちょっとここから先多分手汚れやすいんで、この青いゴム手袋、ピチピチゴム手袋ですね。これをちょっとはめます。はい、なぜね、このグローブをはめたかというと、このチェーン、ね、使ってるチェーンです。使ってるチェーンが出てきたんで、ね、もうすぐ黒くなったんです。この5034の場合、まずチェーンが、こうかかっていて、ここに乗ってますよね。で、ある時、チェンジをしようとします。そうすると、チェンジが入ると、こうやって走ってるんですけど、ディレイラーに押されてチェーンがここに引っかかります。引っかかると、次どうなるかというと、今引っかかってますよね、ここで。そのまま、ギュッと、ここの頭にね、引っかかるんですよ。こういう風に。ちょうどいい感じで。わかります？こうカチャンってここで引っかかって、ここで上に乗っかるんですよ。これピタッと。で、もうあとは、これだんだん順番に合わさっていくんで、このままビュー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 と刺さっていくんですけど、これがね、ピタッとこう合うんですよね、ここが。ここの部分が。これがね。じゃあもう一つありますよね。これ今、楕円の低い部分。じゃあ、楕円の高い部分でやったらどうなの？楕円の高い部分だった時にここでガチャーンって引っかかります。もうこれでこの時点でもうここ引っかかってます。ここ、これ見てみて、こういう感じ、もうここ引っかかってます。このなんでこのまま綺麗にスーッとチェンジが行われます。で、こんな感じ、このチェーンの長さとこの位置が合ってる、そういう設計になってます。では52でやるとどうなるか。52でやった場合、チェーンの低い部分で引っかかります。引っかかった時点で引っかかる場所がね、ちょっとずれてんですよ。すでにこれ見てください。さっきみたいにぴったりな位置、これほら少し上がってるんですよ。これぴったりな位置で引っかかんないんですよ、こういう風に。なんでこれだとこう失敗してしまいますね。この位置でここに入ってないんで、こういう風に実際はここになっちゃうんで、うまくいかないです。ここでうまく引っかからないことが起きます。
はい、じゃあ楕円の大きい方の場所でやるとどうなるか。はい、ここで引っかかるんですけど、これで見てください。引っかかるんですけど届いてないです。ここの輪っかに届いてないです。ちょうどこのチェーンリングのこの刃と刃の間に届いてないんで、これも引っかかんないです、うまく。はい、そういう現象が起きます。はい、まあこういう風な動きをしてしまうんで、アウターが50だとうまくいくんだけど、アウターが52だとうまくいかないっていうことが起きます。はい、そんな感じですね。じゃあインナー 32で50も推奨してんだったらどうなるんだろうってちょっと気になりますよね。これちょっと32にはめ替えてやってみましょう。はい、はまりました。はい、32の50でどうなるか、じゃあ、ね、やってみましょう。はい、まず楕円の低いところから入った場合、こんな感じはまっていきます。はまります。こういう感じでスッとはまります。こうやってピッてやっただけではまります、綺麗。うん、じゃあ楕円の高い方、高い方はちょっとはまりにくいですね。どうだろう、もう一個ずらしてみようかな。うん、高い方でのチェンジはちょっと適してないような気がしますね。うん、合わないです。多分これはうまくいかないと思います。うん、だけど低い方のチェンジはもうぴったりですね、これ。ぴったりですね、スパッとはまります。うん、ぴったりですね。いい感じではまります。うん。だけど高い方は合わないですね。はい。一応低い方で合うんで、低い方でははまります。だから、ガチャガチャガチャっていう感じにはなっちゃうかもね。52の方もチェーンリングを変えてみましょう。はい、52の32つきました。はい、これでね試してみようと思います。さて、この状態になります。で、うん、これだと、うん、チェンジは、うん、かなり難しいですね。まあずれてて、まあなんとか乗るかなっていう感じですね。やっぱりあのぴったり合ってないんで、メーカーとしては推奨できない感じなんですかね。で、こちらはうん、あのね、ちょうどね、この爪の部分がここのへこんでるとこに当たってしまって引っかかんないです。
じゃあこれ1個ずらしますね。1個ずらして膨らんでる方に当たるようにすると、今度はね、膨らんでる方に当たるとね、ここに乗らないんですよ。要は膨らんでる方に当たってここに乗せようとしても、ここに乗ろうとはできないんで、やっぱりもう一個こっち、このへこんでるところ、このね、チェーンのへこんでる外に出てる板、へこんでる中の板っていう中の板のところで引っかかってくれて、外の板がここに引っかかるっていう状態になるとススッと乗るんですよね。この状態にならないんで、やっぱり乗りにくいんじゃ乗りにくいです。やっぱりけどね、まあディレイラー自体はもうどん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 ギュッと押してくるんで、いつかは乗るんですよ。だからガタガタガタガチャンみたいな、そういう感じで乗るんで、そういう風にはなるにはなるんですけど、ちょっとやっぱりね、乗りにくい状態だと になると思います。なお同様にね、降りる時もこう上がってたのがガチャンと押されるんですけど、でこう降りてくるんですけどね、その時にやっぱりここの歯がピタッと合ってくれないとやっぱり落ちちゃうんですよね。これだと乗ってないんで、このままの乗り切らずに出てってしまいます。ではこちらのね、通称サイズの方だとどうなるかというと、降りてきた時にこれピタッと合うでしょ。これだともう ここの時点でピタッと入るんで、ここから向こう側に落ちようがない。もう向こうに落とそうという力はもうここでは働かないんで、もうこのままはまります。こういう感じ。じゃあこの辺りでやるとどうなるかというと、やっぱりね、はまるんですよ、こうやって、ほら、うん、それがね、こういう風な動きをするんで、まあメーカーがね、落ちない、うちのは落ちませんっていうのはそこなんですよね。そう、落ちないんですね。え、じゃあ実際ね、くっつけて回してみて、本当に落ちないのっていうとこやってみましょうね。これやらないとね、やっぱりね。で、実際落ちるのかどうかっていうね、落ちるのかな、うん、落ちくれたらいいけど ね。ちょっとね、やってみましょう。まずはどうしよう、落ちる組み合わせからいきます。落ちる組み合わせ、本当に落ちるのかな。ではですね、チェンジしていく様子を見ていきましょう。そう、やっぱりこの引っかかりのところでこう上がろうとするのは分かりますよね、うん、で通常はもうちょっと来るんで、ここで上がりませんでしたね。今上がりませんでしたね。かなりギュッと押さえると上がってきます。うん、外す方はまあすんなり、だからこれギュッと押さえると外れるけど、上がるけど、こう少しずつだとなかなか引っかかりが悪いです。うん、こんな感じのね。じゃあここの次のところで上げてみましょうか。あ、引っかかりませんでしたね、ここ。うん、ダメだ。今のところで引っかかる。はい。じゃあこの次で引っかかるように、思いっきりギュッといくと他のところでも上がるんだけど、あ、やっぱこれ上がんないですね、ここは。うん。で、
上がってきました。なんとか上がりました。はい、こうね、上がった時にこういう上がり方、今見えるかな、チェーンが全部上に乗っかってますよね、これで。この辺まで来るとバシャーンってこうチェーンがはまる、うん、外す時はこれすんなり入ってますね、きれいに。でこの辺で外すと、まずはまってないか、ハンターにはまった後にここで外すと今かまってで、アウターにはまった後に今度はこの位置、この位置で外すとはまってないですね、はまってない、ここではまります。うまくはまる場所とはまらない場所っていうのがはっきりと分かれてしまっていますね。じゃあね、50と34の組み合わせ見てみましょう。はい、少しずつ動かしていきます。うわ、すごい綺麗にはまりましたね。今はまったのが、このここでいってみましょうか。おお、すごい。狙ったところでパーンといきますね。じゃあその次、今ここだったんで、その次。ここ。おお、すごい。スパッと入りますね。もう全然違うね、やっぱり。入り方が全然違う。変なところではまったときはああいう風になるけど、こう何？狙い通りのこう、ここ？この場所。ほら、ぴったり。ここね、ここ行ってみましょうか。ここ。ほら、ぴったり。すごい。綺麗にはまる。じゃあ、一番高いところで落とした場合。おお、ぴったりですね。では次、低いところで落とした場合か。これそう、はまってるか。あ、はまってるわ。全然違う。さすがにね、メーカー推奨してるだけあるわ。わかる。これはね、ちょっと驚きましたね。こうやってもう全然違いますね。これはだって危なげないもん、変わり方が。これこれだって速いスピードで回ってるとさっきのやつですぐ引っかかるんだよね。あ、もうね、これね、全然違います。もうね、さすがね、メーカー推奨ってだけありますね。変わり方全然違うわ。いや、これね、これ取ってくださいって言われてたのよ、メーカーさんに。でね、そんなうまくできんのかなとかって思って、なんかうまく取れるのかなってすごい心配だったんですよ。でそんなにね、いろいろ教えてもらってもなかったし、そんなにっていうか全然こっちの方が綺麗に変わりますっていうことを聞いてただけで、いや全然綺麗に変わるね。ちょっと驚いた。組み合わせって大切ですね。すごい、驚いた。これはすごい、バッチリですね。いや、すごい。
ちょっともう一回ね、ダメな方見てみようか。ね、ちょっとね、もう一回見たくなってきた、ダメな方。今、いい方ね、しっかり見たんで。マジか、これ。すごいわ。はい、ではね、推奨じゃない方、もう一回やってみようと思います。もうね、ハマる時の音の悪いこと。だから、何？水晶の方だと、カシャッとハマって、もうそのまま、もうズレがないんで、そのまま行きますよね。だけど、水晶じゃない方だと、カシャッとハマった時にズレてんですよ。で、ズレたまま行って、ここで全部アウターに移った時点でもう一回カチャッてね、シュッカチャッて、カチャッカチャッて。カチャッカチャッって、そういう変わり方をしますよね。あと、乗りにくい時にカチャカチャカチャっていうのが多い。うん。これはね、うん。走りに影響があるでしょうね、これは。絶対に。こういう感じだと。うん。だから、チェンジした瞬間に、うまく乗ってないんで、パワーかけにくいとか、あと、ここ悪くしちゃうとかね、歯を。で、チェンジした瞬間にもうしっかり引っかかってるから、もうそっから踏めますからね。その違いがあるんじゃないですかね、もう。うん、これはちょっとびっくりしましたね。はい。はい、いかがでしたでしょうか。メーカー推奨の組み合わせとそうじゃないやつ、違う。メーカー推奨の組み合わせとそうじゃないやつね、比べてみましたね。もう全然動きが違う。考えられてますね。もうね、びっくりしました。もうちょっとね、感動しましたね、これは。うん、楽しい。こういうの見つけるとっていうかね、楽しいですね。うん、いいですわ。うん、楽しかった。はい。ではですね、今回の動画はこれで終わろうと思います。今回の動画面白かったな、参考になったなって方、ぜひ、グッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなの、いや、こんなの、配信してます。ぜひ見てくださいね。